なんで？です。言いました。くそ！言ってるかい。私はね、頑張って。1位が7回で。こんにちは、ラコです。マコです。アクです。今回はこちら。はい、巨大餃子です。いい音。約1キロのものになっておりますね。続いてはやっていきましょう。3、2、1、GO! あ、めっちゃ肉汁が。じゃあ、こさんがこっちですね。はい。じゃあ、お皿ください。ママさん、ここはさっきつねってきました。あ、え？つねってません。いました。なんでですか？アコがって言いました。うん、大丈夫だよね。え、そうなんですか？ひどいですね。せーのがさん、はい、いただきます。いきます。オープンしてみましょう。ここあったかくて美味しいです。私もいります。あ、後ででいいです。後でできるか。はい。肉と皮じゃん。ある作戦を思いつきました。何でしょうか。皮を先に食べて肉を残してご飯と一緒に食べるという作戦です。皮硬くないでしょ。早くて餃子を、うん、気負い替えを一番奥行った人が負ける。餃子を分けました。皮どうすか、美味しいですか。はい。私はなぜ真ん中が良かったと言いますとですね、うん、お肉もたくさんあるし、端っこだとこの皮が多いと思ったんですよ。まあ確かに端皮は厚いかも。頭を使ってください。肉汁ですね。おー、すごい。わかるかな。ここら辺からすごい出てきてるんですよ。皮です。うん、肉汁もダメです。愛して食べます。イエーイ、いくよ。すみませんが、やめてもらえますか。ごめんなさい。やばくないですか。やばくないですか。うん、わかりますか。わかりますか。言いたいことがわかりますか。うん、今回は余裕かな。敗退しすぎたら美味しくなさそうに見えるんですけど、マコさん。ハマさん、私20アゴがやばすぎます。見てて、ちょっと手で見ててくださいね。こういった手だけに20秒でやるんだよ。やんなよ。やだよ。あ、やばいです。もう嫌ですって言いました。面白いです。なんでですか。食べますね。見てください。ロコちゃん今3分の1ぐらい食べ終わったもん。まあ、米も食ってるからさ。まこちゃん半分ぐらい食べた。
アコちゃんの半分ぐらいかな。細かくしてるもんね。細かくしてるもんね。誰の？アコちゃん。見ました。硬いところ食べてみます。ちょっとクッキーっぽくて美味しいです。アコちゃんが今4回、ロコちゃんが1回、マコちゃんも1回。勝ちましたね。いつも終盤にしてゴタゴタ言い始める。今日は何も食べていませんね。ああ、喋る量は減ってるのね。それは良くないですね。良くないですって。こぼしましたです。です、いらない。ティッシュです。ティッシュください。ウェットティッシュ、ありがとうございます。タタタトリボラリレカタです。トランスない。踊らないでもらえますか。一生懸命食べてる人がいますので。です。大丈夫大丈夫。イエーイです。お酢を取ってもらえますか。嫌です。お酢を取ってください。嫌ですって言うんです、そこはです。そこはです。あと胡椒も取ってください。なんで？です。言いました。くそ。言いました。まあ途中経過よ。あこちゃんが5回、まこちゃんが1回、ロコちゃんが3回。お、珍しくロコさん勝ってた。勝ってませんよ。いやほら、さっきみたいなことがあるから。え、噛まなきゃ食べんの。バケモンです。お腹の調子はどうですか。まだ全然。こちらの餃子はですね、皮もあのお母様がこねてこねて作っております。違います、私がこねました。音しかこねてこなかったじゃん。すごくこねましたよね。これどっちもあるとボールにしようとしてないでしょ。聞こえたよ、ちゃんと。してます。途中ルール入れます。言わせるのなしです。言わせるのなしね。開けてですっていうのなし。なんか言うの忘れちゃって、そしたら1ポイント入るで。まこちゃん怒りそう。です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 。テンバーしてます。してます。ですです。9月です。9月です。はあ、です。今ダメでしょ。え、9月でしょ。セプテンポー調子はどうだい。愛ちゃんと学校行ってるかい。私のね、やんなくて。どんな歌かと言いますですね。あ、そうね。あ、聞いたことある。です。つけてる。いました。まこさんいました。です。つけてねって言いました。あこさん風船でですか。風船ですか。あこさん5回、まこさん2回、のこさん4回。私5回ですか。5回です。のこちゃんはもう米と肉の。お母さん見て。あ、言いました。言いました。いい勝負、いい勝負。5-5さんです。そうなんですか。そう。ちなみに食べ終わったらもう敬語禁止外されるから、早く食べちゃったらそれ以降は無理。普通のそれ。それはいいよ。なあ、です。いや、ダメでしょ。あ、でもロコちゃんも早いね。気づけばワンドロップ食べた。
早いみんな。逆で。まだいけます。まだいけます。声が入んないんです。素晴らしい。そんな美味しそうに食べてくれたら嬉しいです、私。使った甲斐があります。どうしましょう、顔だけになっちゃいます。まこちゃん顔だけでロコちゃんが肉だけ。まこちゃんがバランス一番いいんです。ごちそうさまです。お早い。じゃあロコちゃんはもうこれです。よいしょ。あとはもう言っていいです。早い。スタッフ遅いんじゃない。タコちゃん味わってんの。ごちそうさまでした。じゃああとまこちゃん食べたら終わり。ごちそうさまでした。素晴らしい。せーのがさん、はい、ごちそうさまでした。はい、じゃあ結果発表いきます。じゃあ第3位からいきましょうか。一番言ってない方ですね。一番言ってない方です。まこさん4回です。2位の人が5回です。で1位の人が7回です。1位が7回で、まこさんです。同率1位。罰ゲーム最初に言ってよ。罰ゲームは初恋の人。もうなんだ、もうやだ。大体幼稚園の時とかで。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。次の動画も楽しみに待っていてください。それではせーの、バイバーイ。罰ゲーム初恋のエピソードどうぞ。保育園の頃にある男の子がいて、その男の子は自分のことが好きで。あ、そうなの。アコのことが好きで、バレンタインデーに向こうからアコに手紙持ってきてくれて、うん、でその手紙に、うん、あー痛くないな。いいよいいよ。その手紙に結婚してくださいって言われた。保育園の時に。でね、アコその子のことがね、うん、一度好きだったの、うん、だけど前に変わっちゃった。あ、そう。そのもう一人の男の子のことが好きだった。素晴らしい。お疲れ様。終了。